引っ越し作業の途中見つけた押し入れの段ボール。ひっくり返すとおもちゃにぶつけてくぼんだ僕の地球に。オーストラリアとニュージーランドの間が混んでて、赤道を走ってる海線が焦げ茶になってた。僕の知る世界はへこんでて錆びている窓の外、できるだけ遠くを見てみたい。ソマリアの海賊船、気づかぬままに海へ沈む命があるだろう。ボスニアの銃撃戦、雄たけびをあげて消えてゆく命があるだろう。机の奥に張り付いていた給食当番表、好きな献立に花丸をつけて待ち遠しかったな。目立ちたがり屋のゆうすけくんと仲良しでよかった。大切なことを笑ったり泣いたりできてよかったな。僕の目に映った今を詰め込んだ宝物、取り出してみたらひらめいた。アメリカ軍の艦船と見える相手はいつもそばで、ただいまと言い合う人がいる。無意識でも無防備なら君の心は震えるだろう。眠ってる心を叩き、確かめたいんだ。地球に空き地があればそこはどんな場所だろう。飛行機も船もいらない、どっかにあるんだろうな。